の試合見て気合入った俺も、まあ、来年ちょっと勝負やな。今年はちょっと黙ってたけど来年はちょっと動き出すね。こんにちは。ナイスミーチュー。ナイスミーチュー。ああ、ナイスミーチュー。有明ってこんなんなんや。もうここ来るの初めてかも。あ、マジっすか。アリアキーです。アリアキーすか。はい。この会場って新しい会場なの。来ましたね、ついに。はい。見に来ちゃいましたね。まあ俺が試合するんじゃないから。いやいや、試合してたらこんなとこから入場しないでしょ。うわ、これね、登りとか。登り。多分ね、僕左だと思うんすじゃないですかね。またそうっすね。席がもうバラバラやからそうっすね。はい、了解。お願いします。こんばんは。こんばんは。日本の皆さんこんばんは。日本の皆様こんばんは。そんなことは、まあ、どうでも、まあ、挨拶はどうでもよくないんですけど、試合終わりましたね。ぶっちゃけどうでした。ぶっちゃけもう率直な、もう率直な感想をお願いします。いや、すごいよ、やっぱりそれはな。4団体統一っていうのは、その強いだけではなられへんし、その時の運もあるし、それがやっぱりな、全部タイミングよくな、今回成立して、しっかり最後は11ラウンドで仕留めたっていうのはすごいよ、それは。もうやっぱなんか試合見てて、すごい余裕のある戦い方、実力差はものすごく感じたように思うんですけど。ああ、もうそれはもう実力は、なあ、もう全然違うよな。うん、なんかそう考えるとやっぱどうしても運じゃなかった気がするんですけど、どうですか。いやいや、俺の運っていうのはそのだ4団体そのまとまるとか、それ認められるっていうのはそれ運やから、はい、あ、認められる、うん、だからやっぱその時の4団体っていうのは、はい、他のとこからのやっぱそういう指名試合とかそういうのもあるから、やっぱタイミングっていうのめちゃめちゃあんねんな、これ。ああ、なるほど、うん、なるほど。そう、いや、他のところに言うたら指名試合がかかったら4団体っていうのが決まれへんわけやんか。はい、そういうのも全部どこもなく決まったっていうことやから、はい、だから実力的な運とかじゃなくて、その団体の組み合わせ的な運、組み合わせ的な、そうそうそう。ああ、それもそうです、ね、バトラーはあれやん、もう俺も言ってたけど、繰り上がりのチャンピオンやんか、まあ、うん、だからカシメロがチャンピオンでサウナのやつで、そうですね、剥奪されて、はい、それで暫定作ってそのまま繰り上がりで正規チャンピオンになったっていう、うん、でも実力からしたらみんなも分かってたと思うから、それは。はい、まあ、ああいう展開になるなっていうのも、はい、バトラーは逃げる逃げる、それしかないやん。でもどうだったんですかね、その逃げて逃げての中でも、トモキ君から見て何か作戦はあったんですか、あったと思いますか、バトラーは。だからもう、多分あったと、その多分いろんなその対策はしてたと思うけど、実力差がやっぱり ありすぎたから、だからやっぱ何してもやっぱ強せへんかったよな。その辺なんか逆に井上選手どうだったんですかね、そのやっぱり序盤とやっぱ後半、うん、まあ、中盤なんかこう煽ってたりした部分あったんですけど、だからまあああいう風にして来てもらうように、もっと前に出てきてもらうように、うん、ああいう風にしてまあ挑発しながらやってたっていうのは見えたかな。でもまあそれでも、まあ、バトラーを徹底して、うん、もう逃げてたけどな。逆にすごいよ、あそこまで逃げれるんやから。でもなんかどうパンチ力ないんですかね、バトラー。バトラーはないな、うん、やっぱあんなパンチではどんだけもらっても倒れることはないもん。まあなんか若干スピードも遅かったように感じたんですけど、それはやっぱ僕だけですかね。いや、もうそれはもうスピードもそうやし、パンチ力も全部が、はい、なんかもう
井上チャンピオンが上やったから、だからまあ言ったらもうスパーリングみたいな感じでやってる。あれバトラーって身長何センチぐらいでした？67とか8とかそんな。井上選手って何センチ？65って書いてたんだよ。ああ、じゃあやっぱ若干バトラーの方が高いんですね。そうやな。いやなんかやっぱ井上選手の等身大のあのパネル見てたら、やっぱそんなに大きくないなって身長思ったんで、その辺とかともくんどう感じたんですか？あ、でもやっぱ目の前で見て、まあ、小さいなと思ったかな、体とかのそういうのはサイズ的に。サイズ的にですね、うん、リーチのその長さとかそういうのも。リーチとかやっぱもう体そうやな。はい。まあバンタム級ぐらいの体っていう感じかな。はい。スーパーバンタムってなったらやっぱもう一つやっぱ大きくなってくるから、はい、サイズが。はい。やっぱそこでどうなるか。インタビューでも最後な、4団体これで制覇したから次、うんうん、あのスーパーバンタムに上げるって言ってたんか。はい。だから。ここからが面白くなってくるんちゃうかな。うーん、うん、今まで通りバンバン倒せれるかって言ったら多分こっから厳しくなってくると思うで。それはやっぱパワーの差でってことですか？そのパワーもやっぱそう、やっぱり骨格やっぱり違うから、うん、こっからバンタムからスーパーバンタムで、スーパーバンタムからフェザーってやっぱこっから一つずつちょっと上がってくるから、ここからちょっとずつあの見えてくるんちゃうかな、うん、だから来年はすごい面白くなってくるよね。なるほど。だって俺だっても来年世界戦やし、ね、井上チャンピオンだってスーパーマウンテン上げたら世界戦持ってくるやんか、はい、ほんならまあいつかのタイミングで、はい、あの対戦するっていうのは普通にあると思う、それは、うんうん、それまでしっかりこっち側もベルト持ったからですね。ベルト持ってでそれにあの挑戦するのか、まあ、違う団体に行ってそこから統一戦っていう形になるのか、うん、でもまあそういう風な形にはなってくると思う。あとはその今のチャンピオン、今ムロジョンが WBA と、IBF、はい、これは多分次試合、まあ、怪我してるからなんかあれ言ってたけど、はい、まあ、まあいつかは試合するやんか、はい、でフルトンの方が多分返上するって言ってたから、ほんなら WBC と IBF の方、じゃあ WBC と、はい、WBO かがもしかしたら返上なるかもわからない、はい、もしかしたらそこに決定戦で入るんじゃないかなっていう。で俺がまあ WBA の方行ったらベルトをどっちも取っていって、うん、統一戦という形はあるかもわからない、うん、そういうのはまあ可能性は十分にあると思う。じゃああのさっきの試合の話戻るんですけど、うん、11ラウンド目でまあ KO したじゃないですか、うん、もう一発ボディー多分入ったんですかね、あれ、うん、ちょっと僕見えなかったんですけど、そこ、うん、あれのパンチってやっぱ狙って打ったもんだと思うんですけど、うん、やっぱそう狙って打ったって。いや俺もこっち側で当たったのかが分かれへんかって、見えへんかってやんか。で最後のその、ね、動画もちょっとまだ見れてないねんけど、まあ、さっき終わったばっかですからね。そうそうそう、だからまだどこでどういうパンチが当たってっていうのが分からへんかな、はい、まあ、一回また帰って動画見るけど、はい、でもまあもうちょい前に終わらせてたんじゃないかなとは思うけど、で行ってたらええで。はい、それ思ったんですよね、うん、でも、まあ、まあリングの上でまあそのなんかまあ練習したい感じの風には見えたかな、はい、なんかもうちょっとリング上楽しむじゃないですか。そうやな、そういうイメージですかね、うん、そんな感じには見えたな。今やっぱり日本人初、はい、アジア初、アジア初なんちゃうか、4団体制覇っていうのは、はい、やっぱそういうものやな、すごいことで、こっからが面白いな。そうですね、ワンダムに上がってくるから、はい、だから今日も会場盛り上がりすごかったですね。すごかったな、最後のな、うん、応援すごかったっす、うん、だからあれがね本来の形じゃないですけど取り戻したいですよね。まあでもなちょっとずつそういう風になってきてるっていうことでいいことやからな、うん、うん、もっともっと面白い興行、面白い選手が増えてきたらああいう風になっていくと思う、それは、うん、だって今日だ、今1人やんか、はい、でもこれがやっぱりなあの2人3人、そうですね、5人10人20人がそういう選手が、うん、あの強いのが増えていけば、な毎回毎回やっぱああいう1万人規模の興行をやっていけば、はい、なボクシングっていうのはやっぱ一気に盛り上がってくると思う。そうですね、うん、うん、間違いないです。でもまあちょっとずつ上がってきてればいいことや、はい、今日の試合見て気合入った方がいいもん、はい、まあ来年ちょっと勝負やな。そうですね、まあ、今年はちょっと黙ってたけど来年はちょっと動き出すね。黙ってた、うん、まあ、動いてなかったけど俺。ああそうですね、うん、はい、来年はちょっと見てもたんで、ほんまにもう取りに行きましょう。取りに行きますんで、全てを、全てを取ってもたんで、お願いします。よっしゃ、期待してます。よし、じゃあ今から大阪帰りますか。帰りましょう。よし、車じゃ帰んないですけどね。車で帰りましょう無理でしょよし、じゃあ
今日はこんな感じで終わります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。しょ、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録頼むで。